さて今日はですね解釈技術の伝授第9項最終項になります、えー、まとめとしてね繊細でかつ重要な話をしたいと思います、えー、みんなからねよくね質問が来るんですよ現代文ができないとか文章を読めてるかどうかわからないとかね、えー、そんなに不安なのかなと思って確かめているつまり現代文の課題文理解を問うてみるとね意外と読めてたりするんですよなんでだろうと思ったねよくよく話を聞くと要はね腑に落ちてない 筆者の主張を読み終えた後に「なるほどそうか」ってね感動する何かが迫ってこないっていうんですよ。文章には常に宝物があって読み終えた後の人を胸を打ち心を打ちね何かこんなこと気がつかなかったなという感動があるというどうやら前提があるつまり文章を読んだ後にねその部分に関する肩透かし的がっかり感が彼らをして不安の世界へと貶としめてるみたいなんですよ。でこれ不安になるだけじゃありませんよ。 つまり文章の持つ信用というかうまみというかね一番大事なところを俺は私は取り逃がした読めてないという意識からそれがなんと正当率まで響いていくんですよこれはね意外と誰も指摘しないんですけれどももっと早く誰かが気がついてやるべきですつまり文章というものに常に特別なメッセージがあってこれを読み取れてない自分というものに対する自責というか良心の呵責というかねそういったものが 我とととがががが身に矛先が向き直るるる率が落ちいいうね不思議な現象があるみたいです本を読んでなかったり文章を読み慣れてなかったりあるいは入試問題を解くときに現代文が今までずっと悪かったんですという不安や自信のなさがおそらくそういったものの根底にあってね皆さんをして苦しめてたんだと思いますけど今日その疑問と不安を解消したいと思います。特別ななここと言ってるなんてるんねこれ こっちも思う必要がありません確かに文章っていうのはね名作と呼ばれなくてもくめどもつきせぬさまざまな眼畜ありためつがめついろんな角度から読めるものだと先生は思いますだけれどもある言葉に感動する時に、ね、よく言葉の力っていうでしょ確かに言葉の力だけどねそれ以前になんと自分の中にある問題意識思いがあるんですよ。こいつと連動するかかどうかなの 要は自分の中に言葉にならない巨大化していくモヤモヤフラストレーションがあってねこれがある言葉とか名作と出会った瞬間にスパークが起こりますまさにそれだとか俺言ってほしかったんだとか自分の思いはこれなんだとかねこういう共感が起こるかどうかっていうのはある種人生の生きていくタイミングの問題の一つで皆さんに原因があるのではないことが実は多いと思います全ての問題が全部自分の責任だと自己責任論は簡単に語りますけどね本当にそうか どうかよく考えてみましょう自分の責任じゃないということを生きて今回の文章を読んでみたいと思います主張どう読み取るのかこの読み取り方のコツとその行き着く先の主張がどういうものかを見てなんだこんなものか俺にもできるんだという感覚を持ってほしくて今日の授業を皆さんに送りたいと思いますさて皆さん主張を読み取るために非常に長い文章を用意しましたポイントを引き絞って読んでいきますのでしっかりとついてきてください。 まず冒頭どのようにししたらら平和な暮らしを実現できるかこの問いというのはねあらゆる哲学あるいは科学の中で中心的な問いの一つだと言ってますこれに対して暮らしを支えるのは何らかの統治の仕組み社会的なルール道徳だと論じてきたのが今までの議論なんですよところでここで一旦停止ですつまりね今まで従来はこんな議論があったっていう歴史的な交渉というのは必ず文章の前半に語られるんですけどこれは切られ役です 以前ね冒頭の一般論は切られ役だって話したの覚えてくれてますか最初に出てくる今までは我々はこんな考え方だったって話はねしかし本当にそうか問題提起の中にねじ込んでこれからの時代こう考えていいんじゃないだろうかという大きな大転換つまり対比構造を持ってると思ってくださいでは続き読んでいきたいと思いますと論じてきました17世紀ホップスがリヴァイアさんの中で展開した議論はその典型です 30年戦争など悲惨な戦争を長い間繰り返してきたヨーロッパの歴史を受けてホップスは人間の自然な状態をなんとね闘争状態だと考えました深く暗い痛い歴史が長く続くと人はそう考えるのかもしれません。でその後こういう闘争状態つまりそうした無秩序な混乱な戦争状態を避け平和で安定した社会を実現するためにはやっぱりこういうんですよ強力な中央集権の仕組みこれがいると考えたんです。 ホープスはその人間の自然状態を動物的つまりね悲惨で恐ろしい世界だとこう考えたんですよだからそういう野生の無秩序な世界にきちっとした社会とルールを作らなければ平和と安定秩序と安寧は得られないと彼は考えたらしいんですがもう一度言いますこれはね切られ役なんですよそうではないって主張が待ってるの実際 ホップスに限らず私たちは動物たちの世界を平和や協力とは程遠いものとして考えてきたしかしここに注目ですここで転換が起こりますしかしそういう動物的な自然状態のイメージは実際の動物たちにどれだけ当てはまるのでしょうかこういうのをね反語と言うんですよご存知ですかつまりねここの疑問点というのは 本当にそうだと思いますかよく見てみましょうという議論が待ってるってことですいいね実際議論はその後こう展開します南米大陸に家畜の血を吸って生きる血水コウモリという小動物が生息しています具体例でしょう具体例ってうのはもうわかると思いますけども直前で説明された主張を明かし立てる分かりやすくするために出されるんですよつまり動物の世界って本当にそんなに恐ろしい 闘争と格闘と不安定な世界なんですかと言った後に例えば血水鉱物を見てみましょう彼らの世界は決してそうではないんですよって話が続くわけでしょう。注目ポイントなんですがここです興味深いことに彼らはね風にも獲物にありつけなかった仲間のために血を戻して分け与える分配行動っていうのがあるらしいんですよすごくないですか飢えてる仲間のために食べ物を分け与えるんだって ででこの後です不運な仲間のために分け与える行動パターンは人間社会における社会保険あるいは互助組合のような役割を果たすことになりますって言って野生動物の中だったね常に争いと格闘弱肉強食ではなくてそうした分配をして集団全体を平和にするようなそういう仕組みがあるってことでしょで動物行動学者カーターさんはこのような分配行動の仕組みを厳密に検討しました。でどうなったのかとと言いますとこの先 コウモリを一個ずつ絶食させますでいろんな実験をした結果ねここからです実験の結果相手からどの程度血を分けてもらえるかということがちょっと分かったんですって。どういうことかというとね以前にどのくらい血を分け与えたのかという回数が決めてるらしいんですよ。つまり自分分がたたくさん分け与えていたキスイコウモリは 向こうからも返してもらえるって言いすすごくないですか人間の社会に似てませんで、こんの後です段落冒頭のつまりから、えー、確認します以前は他の答えに血を与えたことのある答えは血を与えたことのない利己的な答えに比べて獲物にありつけなかった時に多くの血を分けてもらいますつまりね誰かに血を分け与えたコウモリは分けてもらえるって言うんですよさらに付け加えると以前自分に血を分けてくれなかった相手に対して分配を 拒む行動さえ見せたって書いてあるのでこれって非常に生々しく人間っぽい世界ですよね実際こう書いてありますオンには恩、あだにはあだでつまりいかにも人間的な真偽に熱い行動が彼らの社会で観察されたって言うんですよで、ここからが決め手です彼らの社会にはホップスカンが抱えたような強い中央集権の仕組みはもちろん存在していませんって書いてあります要はね、中央集権的なガッ ちり固まるような政治的システムがなければ平和な共存が成り立たないのかというとなんと僕らがそう考えている動物の世界ですら本当はそうじゃないって話をしてるでしょでさらに先行きますつまり対等な個体同士が相互作用する中から自然に生まれた平和状態なんですよねトリバーサは動物たちの社会でこういった協力を生み出す仕組みとして互恵的利他主義が重要だと主張しますって書いてあります ただねこここに注目してほしいんですよこういうのねねじれの文脈といって意外とよく出てきますきっかけ問題としてね重要だと言いながらもしかしの後にねそれが成立するためには特定の相手を見分けられるということが条件そのちで必要ですよねだって誰に気をもらったのか忘れちゃったらこういうことができないからですしかもだよ 相手の取った行動を覚えていられるつまり記憶の能力も必要でしょさらに言うと相手に対して協力するかどうかを自分だけで決められるという行動の自由選択という非常に高度な能力が全部出揃わないとこれできないんですよだからこう書いてあります人や霊長類以外の動物たちの社会で実際にどこまで広く見られるのかについては よよく考えてててみるる必要があるよねって言っ言ますつまりね治水コウモリの話でこうした語形的秩序があると言いましたでも動物の世界に広く一般的に常に必ずあるかどうかには少し疑問点を伏してよく見ないとダメだよとつまりここに補足説明があって微妙に屈折ねじれがあるでしょうこういったところにね受験生は弱いんでですよ白黒つけたたがるのイエスかかノーかで判断したいんですよ。 動物の世界は平和だあるいは争いだどちらかに分けたがるんですよ違う分かってることと分からないことの間にはねどっちとも言えない微妙な間あわいがあってねこの間は間として理解してますこれ知るを知るといいこれ知らずを知らずとこれ知るなりとかってね講師は論語の中で言いましたつまりどこまで分かっててどこまで分からないのかというところをよく厳密に見ると筆者はね基本的には動物にそういう仕組みがあってこれは重要なんだけど すべての動物たちに広く見られるかにはもうちょっと落ち着いた議論が必要だよねって言ったんですよねさてここでしかし段落冒頭のしかしなのでよく注目してくださいここで転換点です人間の社会で語形的利他主義が普遍的に見られって書いてあるでしょ平和な暮らしを築く重要な基盤となっていることはここ注目です間違いいありませんこれ相当強いものですよねところでこの普遍っていうのはねめちゃくちゃ重要。 普遍という言葉はですね常に当てはまり通用するこれで実はね正直言うとね自分が最初に勉強したとき先生はね意味がよくわからなかったんですよいつも当てはまり通用するという言葉の意味はわかりますでもこれどんな時に使うのという疑問ですねこういう観念語つまり難しい言葉っていうのはねよくやるのがね次にして反対語と一緒にペアで覚えるんですよ 特殊とというう言葉とちょうど語関係になって,ます特殊っていうのはねごく一部に例外的に当てはまる場合だけ特殊ってでしょやつは特殊な性格だとかね特殊な病気にかかったとかね言い方をしますところが普遍というのはねそれと真逆でいつでもどこでも誰にでも当てはまる通用し例外がないという意味なんですよ。 さっきの文脈です人間の社会では普遍的に見られる間違いありませんって書いてあるので動物の世界ではたとえ重要でもねどの動物にもみんなその能力があるかどうかわからないから少し慎重に考えないとと言ってましたところが人間の世界ではね常にそれがあるんだってでこの後具体例です例えば生理学者アクセルロットは第一次世界大戦の時に塹壕で迎え合うドイツ軍部隊とフランス軍部隊の間に殺しも殺されもしないやり方がよく見られたって言うんですよ 積極的に相手を狙って撃たないそういう自発的な協力関係が生まれついには暗黙の休戦状態が実現したって言うんですよでここに注目ですじゃあ誰がその平和を壊したのかしかしこのようなローカルな平和を壊したのは中央司令部の突撃命令と実行への監視でしたつまりね 上かから見てて何かを言ってきた時に大抵地図は壊れるんですよ相手の協力が安定的長期的に見込まれる限り自分も協力する互恵的利他主義にとって直接のプレイヤーではないつまり現場にない中央からの介入はまさに妨害要因だったわけですさて本当に政治的なシェアが必要なのか僕らはねよく考えるべき時代が来てるこの話でした。 まず考え方の一つ目ホップスは中央集権的仕組みが平和平穏を享受するためには必要と考えましたこれ1点目2点目しかしですよホップスのこだわった人間の闘争状態つまり野生の世界と考えたその前提である動物野生の世界では実は中央集権的システムは存在しないんですよなくても平穏を保っている例もあったっていうそういう話ですで3つ目人間はつまり普遍的に互恵的な平和を築くことが 本当ははでできるんだよってこここういううういい指摘文章とですもちろんこれはみんなにとって馴染みのある結論かもしれませんでも主張だって常にそうして陳腐で平凡で凡クでどっかステレオタイプなよく見たような月並みな主張かもしれません大事なのはね問題提起の鋭さと主張結論そのもののものすごい深いというこの深みではなくてつなぎの、ね、説得なんですよ今回の文章のうまみはそこにこそあったでは選択肢の検討です 今回のの説明を解くときに要注意ななはここなんですよ合わないものを選べってことですよく考えないとね正解を選んでしまう場合があるのでこれはね要注意です。選択肢なんですがまず注目してもらいたいのは2番ですカーターの実験で以前仲間に血を分け与えたことがない答えほど自分が植えた時に仲間から血を分けてもらえないことが明らかになったこれ書いてあったまんまなのでまず正解の1個目。 で次に4ですホップスは平和な暮らしを実現するためには各人が勝手な振る舞いをやめ強力な中央集権の仕組みを受け入れることが重要まさにホップスはそう考えたわけですからこれも正解で5つ目見てくださいえ地質公務員の社会では強い中央集権の仕組みがなくても対等な個体同士相互作用をすることによって平和状態を作っていると指摘があったのでまさにこの3つは完全に課題文に正解として根拠を見つけることができますよところでね1番見てください 動物的や自然状態のイメージはにね実際の動物たちの社会には当てはまらず人間らしい真偽に厚い行動がここ注目ですあらゆる動物の社会の基本だって書いてありますけれども本当にそうですか先ほどこう言いましたねねじれの文脈には注意せよと。 つまり水コウモリの社会ににには確かにそうしたたい世界があったんですでもどの動物にもそれが当てはまるかというと誰に分け与えてもらったのかという正確な記憶と認識が可能なぐらいの知的能力が必要ですからどの社会にも常に当てはまるかどうかはよく検討する必要があるよねって言ってましたよね。つまりこれは あらゆる動物の基本だと言い切ったところにいわゆる言い過ぎの誤りありということになります一つ目の×です続きまして3戦争の最前線において殺しも殺されもしないことがあったというのは将来の見返りが期待できないここ注目です究極の状況で生じた具体例って書いてありますけど特別の状況だけで生じるんじゃなくて普遍って言ってましたねつまりこれもバツです いつでも常に必ずそうなると筆者は間違いないことだと言い切っていた以上今回の問題は誤りを選べという問題だったので正解は1及びとということになります今回の要点です。 現代文の文章というのはやっぱりね重いんで特別なメッセージ素晴らしい出来事との出会いがあると常に感じるみたいですでもね書く人も読む人も結局人間なんですよ特別なメッセージがあると考えるとそれで肩透かし的ながっかりを感じそこから自分が読めてないという不安に連動するみたいですけどね安心してくださいなんだか特別なメッセージが感じられないと感じている君たちの読み方 はっきり誰にも言われたことがないならこの場を借りて先生がしっかりと伝えたいと言いますそれでいいんですお疲れ様でした